輪島市では一年の漁の始まりを告げる伝統の神事、紀州祭が行われ、漁師たちが海の安全を祈りました。午前4時過ぎ、上下に身を包んだ漁師たちが輪島市の輪島崎神社を訪れました。神前で一礼した後、おみきの振る舞いを受け、無言で神社を後にします。一年の漁の始まりを告げる輪島市の伝統神事、紀州祭は、神社で授かった御利益を自らが乗る漁船まで運ぶとされているため、神事が終わるまで誰とも口を聞かないのが習わしです。提灯を手にした漁師たちは黙々と船に向かい、今年一年の豊漁と海の安全を祈っていました。紀州祭が終わると、輪島市では本格的な漁が始まります。